と練習してたし。つってお前としかやってなかったからね。うん。じゃあ行きましょう。まあグレード20万ぐらい捨てる覚悟でエンジンを使い続けようしばらく。ねえ、ゴーエがヒットして技の名前覚えらんねえって。だからアローストライクからアローストライクがヒットしてダウン1。ここで鉄拳制裁がヒットする。エンジュが投げ釣りに、昨日下が拾えない。この慣れてない感いいですね、すごく。これワンコンボジュールさんが決めていく。エンジュを貯めて、これアスナ側貯めるより重ねた方が強そう、このキャラに関して言うと。これロザリオをしっかり出せる。このアスナはロザリオを出せる。誰かさんお世切りで切り札出してくるからな。なあ、ロザリオ出せねえやつがいるんだよな。130万にもなってジャンペがヒットして、おっと4エビが化けたかな。うん、よくある。じゃあ不思議かぶさり、エイジを貯める。 5S5C あれ貯めた場合はどんな当たり方しても追撃は出てこないんで、浮いたところ拾うしかないですね。なんか試合の動きが難しい。おっと、ここでリバーサーの EX。 うん、そうっすね、発生が早いからいいのかな、ありな気がしてきた。4エビンに負かったし、なんかワンチャン投げにも 5C の発生次第ではいけそう。リファを呼んで、おっと、クジ X のあれ名前なんですか。いや、ヘビーストライクです。ヘビーストライク、あれ EX 版はガードさせて有利なんですよね。で、あと空中で溜めれたりもできるんで、なんだろう、投げ釣りに使える気がする。ファジー潰しにも使える気がすると。強気の 5AB 買ったのはジュールさん。じゃあ次をやりましょう。13連やりましょう。戻る気は今のところない。それね、みゆきの時も聞いた。これが嘘か誠か、どうなることでしょう。見ていきましょう。コビがヒット、工場君を当てて、こう、あ、パワーアッププラスを当てていく。ジャンプシーが巡り当たる、珍しい現象。アチビがヒットしてダメージ重視のシャイニーギフト当てる。大きい攻めは B シュート、そして黒猫もヒット、ちょっと拾い見つけてしまう。スカシニエがヒットして一歩目取ったな。 GCS さん早っ早っ、シシドさん早っ、はいはい。強気に黒猫を開幕出して、ジャンプ C がヒット、ゲージがないのでダウンを取る形。 2C から A シュート、バークステは枯れず、ジャンピーでものしかかって、のしかかっていく。ちょっとぎこちなくないですか、シシドさん。なんかここで切り札を当てる。親指はしっかり立って、また名前忘れた。アローストライク、アローストライクからのストライクザブラッド。大きい攻めは投げを選択、アローストライクも当ててコンボブラスト、コンボできない、コンボできないブラストか。 4AB と工場を組んでしっかり2本目取り返していく。はい、
最終ラウンド状況的には GCS さんの方がまあいいですね。試合は作りやすい形になってます。ここで補助金発生すると雷下を這うんです。発生補助になっちゃうとね、もうあれ飛ぶのが一番いいんですよね。みゆき対空弱いし、 EX パスからバーブブラストジャンプ C じゃ立ち B からパワーストライクでダウンを取って立ちが当たるがダッシュ投げからアローストライク。立ち B オートキリフだ。しっかりガードして黒猫呼び花びらで4指が見えない。ローキューブを決めて大きい攻めはダメ氷初よぎにえで暴れていく。アローストライクからの 4AB。 まあそうですね、主力今のはもう早めにコンブラ吐くのが、おっとここで S ブラを吐いたので GCS さんの方にもワンチャンス出てくる。それ素直な切り札で勝ったのはシードさん。どうします、1台1台じゃあ呼び出します。コアスあります。でいきましょう。ファーストダッチはネオジオング 5S からしっかりコンボ決めていく。下りのジャンピングが刺さったが、そしてアーローストライクを決める。パワーブラストを当てて選択は EX アスリート。そして置き攻めは生タク。切り札は前ジャンプでしっかりすかす。 EX アスリート当てて置き攻めはターメン越し2ビート。垂直ジャンプ C に2ターンがつく。一歩目取るな、デモジョング。目が痛い。シシド君の方はね、ゲージがいっぱいあるが、ここで 4AB がヒットし、ブラストを回収していく。ヒーローになしは失敗し、コーンもブラストになる。あるあるですね、このゲーム。ジャンプシーが長くて、投げもヒット。そして、ストライクザブラッドを当てていく。攻めは工場君を潰したところに 5C で暴れ潰し、パブラを早めに吐いてアスリートダッシュ出し切って切り札まで出す。おっと切り札が振り向いてなかった。ジョング、これはコンボ選択ミスじゃないか。ジャンプ C がヒットし大き攻めは工場、今はリフガができないタイムです。ゲージだけが削れていく。おっと行って帰ってきた。 2AB を出して勝ったのはネオジョング。次ジンさんとフリーダムさん